おはようございます。ピーターこと池田慎之介です。ハワイだよりでございます。言葉がハワイだよりでございます。ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。義務、さあハワイの義務が終わりましたところで、お友達です。中谷翔一くんでございます。ハワイ好きな人は結構知ってると思いますけど、アロハー信玄というねお店やってます、はい、やってます。ぜひぜひハワイいらしたらいらしてください。待ってます。今日は彼が、持ってるお別れ、お別れとこへ来ましたですね。あんたとはお別れ、お別れそして、はい、おなじみ井上幸太さんでございます。はい、眉毛がないのは病気ではありません、はい、大丈夫です。白髪になってるわけです。白髪だから切ってないんだって。でママも遠くでちょっと手を、はい、ありがとうございます。では今日も一日よろしくお願いします。あ、皆さんどちらにいるですか。聞いたこといかがしんのすけです。ハワイちょっとガヤガヤしておりますけど、で今日もゆちゃんに、今ランチを、冷麺を食べに来ました。今日はお友達のミキさんが車を出してくれて、一緒に買い物付き合ってくれてます。買い物ってもね、まあ行ってないお店がいっぱいあったんで、今日はターゲットに今行ってきましたけど、またランチを食べてまた出かけます。のちゃお。はい、皆さんこんにちは。聞いたこといけあったしんのすけです。さっきはちょっとガヤガヤしてたんでごめんなさい。今、ここはどこだ、カイルワの町まで、パリハイウェイを越えて、山を越えてきました。ありがとうミキちゃん、出てくれて。ミキちゃんでございますが、今ここの、カイルワの町にあるターゲットね、ターゲットをターゲットしに来ましたまああの欲しいものがあると思いますが、ちょっとここでブラブラ買いました。ちょっと喉が渇いたんで、スタバで今お手伝いしようとしております。カプチーノお待たせしました。 Yes, thank you so much。 はい、綺麗なウェイトルさんが持ってきましたというわけで今日も一日楽しいハワイです。皆さんこんにちは、ピーターこと池田慎之介です。ハワイからお送りしております。ピーター奇跡の70歳おじばチャンネル、ご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録といいねなんかよろしくお願いします義務というわけで、今日はですね、気持ちいい青空です。ちょっと曇り気味なんだけど涼しくなりました。今日はなんとあのつんくさんご夫妻とお友達の、のりこさんと一緒に4人でランチをすることになっております。久しぶりにつんくさんにお会いできます。それでは後ほど。今お友達を待ってますけれども、ハワイはこういう、今日は本当になんか人が少ないですね。日本人の方にもなかなかおりませんし、穏やかな感じでございます。待つ間のね、こういうちょっとした2、3分とか5分とか待ってるロビーでの風が気持ちとっても良くて、なんだかほんわかします。実を言うと帰りたくないできたらこっちに住みたいぐらいの気持ちがありますけどね。ずっとハワイはもう、私は何年来てるのかな、1970年からだから52年間、ほとんど毎年のように来ております。今回の3年間でね、あのコロナではちょっとご無沙汰してたんですが、それ以外毎年のようにハワイは来てて、もう指令も多いし、なかなか気持ちのいい、次に住みたい街の一つでございます。こうやって喋ってるとね、なんか気持ちいいですよね。あの皆さんにはこうなかなか直接この風を皆さんに感じていただけないのは残念なんですけれども、なんかぼーっとする時間が全然無駄じゃない、そんな感じがします。海を見ていても、それから、青い空を眺めていても、なんかほっとする時間がとても嬉しいと思います。さあそれではまた。はい、つんくさんと今日、一緒にランチ食べることにしました。よろしく。
バラクです。元気です。ではでは。